はい、フリーターが無職になるまでの Vlog パート9ですね。コメント来てたんで読みます。買い物してきたから動画にするやつっていう動画でコメント来てました。ルイさんありがとうございます。そのヘアスタイルも似合ってるけど、いつもおでこ出している方が素敵かな。自分で鏡見てどっちのヘアスタイルの方がモチベーション上がる方がきっと似合ってるスタイルって。なるほど。なるほどね。そうですよね。まあ、なんか、こだわりが特にないから、いつも美容師さんに、なんか、お任せみたいな状態なんですよね。で、なんか、まあ、前髪を下ろしてもいいし、横にしてもいいし、みたいな感じで言われて、あんな感じで、あ、こんな感じでって、いろいろ、まあ、今の現状の僕の髪型的には3、4パターンぐらいあって、全部こっち側に分けてるのと、こう、なんか、もう半々で分けてるのと、まあ、あ、5パターンぐらいあるのかな いや、まあ、前髪、前、下ろしてたのと、っていう感じですね。あ、オールバックもあるから結構あるのか しかも髪縛る時もあるしな。こだわりないんだよな。なんか、着てる服装によってかなって感じはしますね。あと、会社行くときは、前髪下ろすのは良くないのかなと思って、いつも、フリーターシリーズはこれになってるんですけど。まあ、試しですね。いや、まあ、なんかセットのしやすさとかありますね。なんか、その日の髪質っていうか 髪質によります。そうしてこう。今日これじゃねえな、みたいな。全然こっち側に避けれねえや、みたいになったら、なんか前髪下ろしたりとかっていう感じですね。もう一つ。フリーターが無職になるまでの Vlog パート8。昨日のやつですね。お菓子を食事にしている理由を初めて話してもらって、究極のミニマリストだなと思いました。お料理しなければ、残飯出ない。残り飯出ない。キッチン汚れることない。すごい。いや、そうなんですよね。キッチンがね、もうただ物置になってね。めんどくさいんですよね、料理が。とにかく。ほんと僕の家なんもないですよ。冷蔵庫には食べ物ほとんど入ってないですからね。水ぐらいかな。コンタクトとか、香水とか、ココナッツオイルとか、薬とか、ぐらいしか入ってないかな。冷蔵庫は。コメントありがとうございます。でね、今日のご飯を紹介しとこうかな。つうか、弟と妹の動画全然見れてないんだけど、いつかは見たい。ドリトス。まあ、忙しいわけじゃないですけどね、なんかやりたいこととか見たいものが他にありすぎて、ポテトチップスのり塩、ごつ盛りソース焼きそば、ビッチコンソメ。で、ご飯とは別に あれっすね。ジェルボール。ジェルボールって言っていいの？まあ、あれっす。固形洗剤みたいな。あれっすよ。ジェルボールっすよ。洗剤もね、粉とか液体のやつをね、こうやってね、分けて、こうやって入れたりするのめんどくさいんでね、僕はね、1個取ってポンって投げて、そのまま洗濯する派ですね。楽っすね、やっぱ。そっちの方が楽、圧倒的に。どうなんだろうね。これって高いのかな？ちょっと、測ったり計算したりしたことないんでわかんないですけど、なんか高いなっていう感覚はない。これ1400いくらなんですけど、普通に液体洗剤とか粉洗剤とか使ってた方がお得なのかな？どうなんだろう。まあ、わかる方や、いたら、コメントください。コスパっていうか、そのめんどくささは、多分粉とか液体の方がめんどくさいと思います。僕的には。
ないな。時事ネタないな。まあアメリカの方で民主主義っていうものがなんか壊れやすいものなんだっていうような感じるような事件が増えてるなっていう感想はありますけどね。まあ日本でもそうかもしれないですね。安倍さんの件が一番大きかったかな。まあ何かを成したり何かを表明したいときに、なんだろう、民主主義的な票を集めてみんなで掲げるっていうよりも、一発誰かはでけえやつ殺してその後こういう理由でやりましたって言った方が案外早いんじゃねえかみたいな思想が広まりかねない事件であるなと思いました。まあアメリカの方はそんな気にならねえかな。趣味の方の話、特にね、マクロスフロンティア見終わったよって話くらいですかね。まあ映画はまだなんですけど、人気作品だなって感じぐらいの面白さあったかもしれない。まあ僕はあまり好きじゃなかったけど。まあアニメ全部見終わってテレビ放送版全部見終わって思ったのは、やっぱりシェリル派かランカ派論争で言ったら僕はシェリル派ですね。はい。あまりロリッコ好きじゃないんですよね、僕はね。あ、あとワンピースもアラバスタ編見終わったぞっていう話ですね。はい、やっとです。やっとクロコダイル落ちましたよ。アラバスタのところで結構残酷な描写多いのかなって感じはしました。こっからっすかね、ワンピースの面白くなっていくのは。多分わからんすよ。トリニティ7も全部見終わったぞって話もしておきますか。あれはおもろくなかった。はい、以上です。まあ僕がそう思っただけなんで、まあ、これ以上なんでおもろくなかったのかとかそういうのを話しても意味ないんで。これを見て傷つく人もいるかもしれないですからね。トリニティ7次を傷つけることになるかもしれないんで。まあ誰も見ないですけどね、この動画。暗いかな。
それぐらいですね。では話すこともうないね。ないね。ないかな。ない。本当にないのか。会社の話、仕事の話、まあ Vlog なんでね、日記なんでね、まあなんか書いとかな、あ、言っとかないとな。あったあった。経営方針としてこういうことやってますよみたいなことを動画にして社員に見せてるみたいなこと言ったじゃないですか。そういうのやうちのその勤めてる会社でやってたよって。でそれを見た社員の反応が、まあ、僕の感覚と僕の周りだけなのかもしれないですけど、8割難しかったって言って、2割バカっぽいみたいな、何を今更みたいなことを言ってる人がいたっていうね、うん、店長ですら難しいって言ってましたね。今回の内容ちょっと難しすぎたなみたいな言ってました。僕的には難しかったかって言われたら難しくはなくて、ただただ横文字が多かったみたいな、なんか最近流行りのことを取り上げてるだけだなみたいな、うん、SDGs ダイバーシティ多様性サステナブル、うん、まあやっぱ前も言ったんですけど、そのうち LGBT とか言い出すのかなっていうね、うん、ガーファ言い出しそう、ブロックチェーンそういうね、まあ胸を張って僕たちは SDGs、まあ、サステナブルな活動してますよってことを言えると思いますって。だから社員の皆さん誇りに思っていいと思ってますみたいなこと言ってましたけど、いや僕はそんなこと思ってない。やっぱり入りもしない年賀状っていう、なんかほぼ死にかけている、まあまだ死にかけてはいないですけど、まあ今後死ぬであろう文化を必死に守ろうとしてるところが全然サステナではないですね、うん、資源の無駄遣いって言っても過言ではないすいませんね。じゃあどうすればいいんだよって言われたら、年賀状シーズンと証明写真のシーズンで1年の売り上げの 130% を稼いでるとか言ってましたよ。やばくないですか。いやいやいやじゃあほぼそれ以外の、あの今のシーズン以外のシーズンってほぼ赤字だったってことですね。いや赤字ってことですね。でも若者のその何、今の世代の人たちが年を取ってて、もう年賀状やらない世代が増えてったらもう終わりじゃないですか。それ見えてますからね。まあお年玉付き年賀状を電子化させるとか、そういった方向に舵を、まあ LINE と連携したりとかしてやっていかないと、そういう文化を消えますね絶対。まあ多分無理だな、それだけじゃ。まあ話を戻しますけど、現場の人たちからしたらちょっと難しい話だったらしいですね。興味ないんですよ、まあ、日頃からなんかそういうのに触れてるわけじゃないから。
ある意味暇じゃないですよね、現場の人たちは。僕みたいに暇な人だったらそういうのになんか興味が向いちゃうかもしれないですけど、横文字とか英語とか漢字4つ並ぶとかやめてもらいたいところは多分あるんじゃないですかね。そんな話ですね。まあ、やってることはすごい、進んでるなって感じするけど、現場ついてこれてねえぞって話です。以上です。現場からは以上です。では、じゃあバイバイ。